ウッドデッキ Q&A、 セラム間伐材でウッドデッキを作りたいのですが、どうですか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。今回はセラム間伐材についてお答えします。セラム間伐は、イペやウリに比べて軽く加工、施工しやすいという特徴がありますね。流通量が安定していて、価格も手頃なので、近年は商業施設でも多く使用されるようになってきています。ハルミのトリトンスクエアやお台場のデックス東京ビーチなどでボートウォークで使われています。硬くて耐久性が高いので防虫防腐処理は不要です。セラム間伐はピンホールが比較的多く見られる木材で、ささくれは立ちやすいので素足で歩くウッドデッキでは適していないです。まあ、あとは材木自身が随分大木なので、いろんなサイズのバリエーションの材木が取れるんですね。それと、まあ、安定供給しているということで、値段も比較的こなれた値段で流通されています。ただちょっと問題なのは、イペウリンっていうのは、よく30年持つって言われてるんですけれども、セラム間伐はそれよりもちょっと少しの短くて20年ぐらいしか持たないです。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301、 お電話お待ちしております。